チャオ、あちゃんです。ちょっとね、今日、チャオ、今日、3月の21日、水曜日、あちゃんちの晩ご飯だけどね。はい、ちょっとね、チーズタッカルビを作ると思うんだけど、美味しかったし、でもちょっと辛いのがね、ネックやって、量も高いのダメやから、辛くないチーズタッカルビを作ろうと思って作りたいと思います。コチュジャンを使わずに、辛みを出さずに作るのに焼肉のタレを使います。はい、はい、ではちょっとね、下味つけていきましょう。ちょっとね、今日腰が痛いね。鶏ももでいきます。お昼にちょっとね使ったオムライスにちょっと使ったからね、全部で690ぐらいしてんけど、ちょっと取ったから590ぐらいかな今。多分100ぐらい。これをね、一口大に切ります。まあね、これあんまり大きなかったよね、一口大ね。一応ね、クックパッドを参考にしました。クックパッドで何個かのレシピ見た。で、あと味の素のレシピも見た。味の素ちゃうわ、エバレのレシピも見た。で、そっからあっちゃん流に、作っていきましょう。わからんもんね、クックパッド先生に聞くのが一番です。わからんもんをね、我流で作るのが好きやね、実はね。で、とんでもないもんができたんだけど、時々そこでミラクルが起こるのよ。だから、意外と美味しいやんって。で、本物食べたら全然違うやんっていうのがね、できたりするからね。結構のようなものを作ることが多い。それがあっちゃんでございまーす。ということでね。手が冷たい。せっかくね、あったかなってきてさ、寒さ、暑さも彼岸までっていうのに、けんね、東の方は雪降ってんねんね。山梨やったかな、雪降ってなんか、立ち往生しとったね、富士山来たのに、なんか、すごい滑って動けへんのに、テレビやっとった。ね、ね、卒業式のシーズンや、雪ってね。まあ何年か前にね、あっちゃんね、4月にイベントで名古屋行った時に、名古屋ベイ、ね、港のとこね、雪降って寒かった年があったから、まあまだまだ油断できへんしね、5月に霜注意報が出る年もあるしね、はい。まあ今日そんな、寒さに負けてもあかんけども、寒さはね、寒いの弱いから、負けてもいいね。100均のね、クソ袋すぐ破れるからさ、指持ってきておくわ。それからね、100均のやつがすぐ破る、もんでたら破れよ。ダメや、軟弱もんやわ、100均袋ね。またいいの買ってくる、100均ね。前のでも100均やってんの強かったよね。もう今度こうなんでこうてくるわ。ちょっとマシやね、こうなんやったら200円ぐらいするかも。
もうどれもいいわ、ちょっと上高くてもさ、破れへん方がいいもんね。はい、ちょっと今日はね、早いね、まだご飯よりちょっと早いから、いつもやったらね、もんでちょっと、なんていうの、すぐ食べるけども、食べて作るけど、今日はね、まだまだ時間があるんで、今ご飯炊いたとこやね、これ炊いたとこやね、ご飯トイレね、ね、トイレって精米して、で、トイレ炊きにセットしたとこやね、だからまだまだ先やからね、ちょっと置いておきましょう。これ、エバラのチャワ、キッコーマンの我が家は焼肉屋さん、熟成仕込みの甘口、これをね、ちょっと下味付けのように、何倍やろ、大さじ2、3ぐらい、優しくもならね、優しくもならね、やらしくもならな、これ破れんねんな、あの優しくして破れちゃうわーっていうの、はい、変な声が増えて、はい、まあ、いいやんか、楽しいやんか、そんな方がね、ちょっとよく揉んでいきましょう。でね、ある程度揉んだらね、もうこれで、下味付けないね、このままちょっと、あと1時間、浮くの多分1時間半とかぐらいかかるね、1時間半、1時間ぐらいかかるから、物も置いときます。はい。手が冷たい。あとはまた続きしましょう。はい。はい、ちょっとね、鶏肉をね、漬け込んで、ね、時間が経つ。まだもうちょっと早いねんけどもね、お野菜切っていきましょう。ちょっと休憩してきた。休憩してさ、ちょっと寝転んだ。寝てもうた。はい。はい。もうね、休みの日となると、ゆるやっちゃん。平日もゆるいけども、さらにゆるやっちゃんです。はい、一緒にね、食べるのにお野菜、何でもお野菜やから、で子供が喜ぶの、うん、子供が喜ぶのと喜ばへんのもいるけど、じゃがいも3個ぐらい使おうかな、じゃがいも好きやからね、おで腰が痛いのね、つらい、やりました、じゃがいもの旨味の身を取って、フライドポテトぐらい短冊切りにしましょう。もうちょっとちっちゃい方がいいんかな、分からへん、どんなもんがいいんか、まあ、こんなぐらいにしましょう。
いかな。まあいいや。多くてもいいよね。うん。どうか。腰が痛い。玉ねぎこか。これも食べねえのね、玉ねぎとか入れたらね。まあ、で、なんでかな、小松菜で、小松菜と、体にいいからね。他のね、栄養素を体に取り込むように小松菜が補助してくれて、だからいいらしいよ。うん、だから小松菜を使いましょう。で、きな粉入れて、こっちに入れて、こうしたらいいらしい。
ムライスはね、見事に光る騙されて椎茸食べたから、うん、鶏肉と同じぐらいの大きさ切ったからさ、鶏肉の食感と分からへんかったね。キノコの、あの足だ、軸だけ切ったから足で、うん、でも形が見えるとね、食べへんからね、あの子ね、形が見えへんように膜処理しないといけんねんけど、結構ね、椎茸の軸捨てる人多いんだけど、軸美味しいってあちゃん好きやね、うん、